皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、11月のお気に入りのものをご紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけれども、こちらです。リサージスキンメンテナイザー DX 2番です。はい、このねゴールドのノズル部分が今年発売された、今年の夏ぐらいかなに発売された、まあ新しいシリーズなんだけれども、これがねシワ改善美容液っていうことで、ナイアシンアミド、有効成分のナイアシンアミドがね配合されている化粧液なんですね。これ一つでも化粧水とあと乳液両方の機能をこう兼ね備えてるみたいなね感じでもあったりするので、あーもう無理、今日はもう寝たいみたいな時はもうこれだけでスキンケアをねこう済ませるっていうこともやったりしちゃってます。まるでクリームまで塗った後のお肌みたいな感じのこのツヤツヤ感っていうのとしっとり感っていうのを感じられるんで、結構11月は手を伸ばす頻度が高かったなというふうに思います。出してみるとこんな感じになっております。ほんのりとろみはあるんだけれども、みずみずしくってこうまろやかな食感になっていて、肌にもねスルスルって馴染んでくれて、すごくリッチにこう伸び広がってくれる感じがねありますね。ワンプッシュ塗っただけでも見てください、このツヤ感とハリ感、これ一つだけでもすっごい綺麗にねお肌が仕上がってる感じがあって、結構満足感あるんですよね。やっぱこの時期乾燥も気になれば、もともとシワとかもすごい気になってるんで、全顔をしっかりとケアできるっていうのはね嬉しいなと思っていて、であとリサージってもともとすごくコラーゲンの研究をされてるブランドで、私すごくコラーゲンとの相性が自分的には肌がねこう相性いいなと思ってるから、これ使うとやっぱりこうパーンとした張り感も出てくれるんで、このゴールドのラインが結構私は好きでしたね。ちなみに私手で出して塗っちゃうことが多いんだけど、一応推奨はコットに3プッシュ分出して、100回タッピングするのかなっていう感じでしっかりと浸透させるっていうのがね、おすすめみたいです。で今日の朝その方法でやってみたんだけど、やっぱりねコットンの方が、まあ、均一に全体的にこう伸び広げられるんで、ちょっと今後はコットンも用意しとこうっていう感じですけども、まあ、で手でもねもう全然ねこういい感じでつけれるかなと思います。そして二つ目はこちらです。クリアターンのウルウルボムっていうシートマスクですね。このパケめちゃくちゃ可愛い。で私前にどっかのお気に入りでもご紹介したと思うんですけど、こちらのねごめんね素肌っていうパックもすごく好きで、絶対ストック欠かさず持ってるんですけども、同じこのアーティストさんがイラストをね描かれてるんだと思うんだけど、どっちもめちゃくちゃ可愛い。でどっちも本当に大好きなんだけど、もうしっかりと水分感を与えたいなっていう時がね11月は多かったので、こちらをねよく使ってました。で成分的にはここに書いてあって、白キクラゲとかヒアルロン酸とか、あとはこの潤いのねなんとかボムみたいな感じの成分が入っていたり、美容液もたっぷり 168ml 入ってるので、もう本当にしっとりします。中身がこんな感じになっていて、結構このゼリー状っていうかジェル状っていうか、こういうねもうねとっとした感じのね美容液が入っておりますので、これ自体の密着感もすごいいいし、シートの顔への密着感もすごくいいから、あれやこれや塗る時間ちょっと省きたいなっていう時にお風呂上がりにもペトッと貼っといたらすごく安心する感じですね。で密着感良くするためにシートもねなんかこの凹凸のあるちょっとポコポコってした感じになってます。でごめんね素肌の方もこんな感じで、かなりね濃密な美容液になっていて、触った感じも本当にビビたる違いなんだけれども、ウルウルボムの方がちょっとこう水分感がある気がするので、なのでちょっと気分で使い分けたりとかしています。あとは敏感肌対応とか低刺激処方で言うと、ごめんね素肌の方がより優しいっていう使い心地らしいので、このシリーズは本当にめちゃくちゃおすすめです。特にこれから の乾燥する季節にはちょっと私にとってはなくてはならないマスクになってるなっていう感じがしてます。はい、そしてもう一つ保湿アイテムなんだけど、こちらですね。
キュレルのバスタイムモイストバリアクリームです。はい、これがお風呂場にね、このまま引っ掛けてここのね部分をピュシューって押すと、そのままねクリームが出てくるっていうもので、濡れた肌にそのまま使えるっていうねものなんですね。なのでとりあえずね、お風呂から上がる前にこれで全身のね保湿ができるので、もうめちゃくちゃ楽だし、保湿感も申し分ないほどあるなって感じがします。でしかも、まあ、キュレルなんで乾燥性敏感肌のね方を考えた処方になっていて、ちゃんとねこれ医薬部外品なんですよね。肌荒れをねこう防いでくれるような消炎剤とか、あとはセラミドも配合されております。水との馴染みがいいっていうか、塗りムラみたいなのもなくこう広げられるから、そこら辺も気に入ってますね。もうすでにこれ2本目突入してます。で吊り下げておけるから、やっぱりこう物のね置く場所とかも取らないですし、あ、そう、あとこの口の部分と S 字フックを取っておけば、なんだっけ、替えの部分、ここの部分だけ詰め替え用があるので、そこら辺もすごい嬉しいし、こうペトペトベトベトする感じもないし、これはすごくおすすめです。なんか今回季節的なこともあるのか、保湿系がすごく多くって、続いても保湿になるんですけども、こちらですね、キュレルのリップバームです。はい、これが夜用の、リップバームっていうことで、寝る前にね枕元にこれ置いといて使ってるんですけども、このちっちゃいサイズ感っていうのもすごく良くないですか。で、中がこんな感じに、ね、なってまして、こう体温でちょっとこうトゥルトゥルって溶けていくような感じで、唇に塗ってもなんかこうツヤンとした感じがね出てるかなと思うんだけれども、グロースとかみたいなペトペト感みたいなのはなく、あんまりなくって、ちゃんとしっかりとねこのバームでこう保護してくれる感じはあるんだけど、そこまでその寝ている時になんかこうついたりするのが気にならないっていう感じも、私はねこう嬉しいなというふうに思ってます。そう、やっぱこれをつけるつけない忘れちゃったなみたいな時だと、やっぱ朝パリッとしてる感がねあったりとかするけど、しっかりとね夜これでケアしておくと、朝のこの唇の潤い感全然違うから、欠かさずこちらは塗るようにしております。で、まあ夜だけじゃなくって、私普通に昼間のリップケアとしても全然使ってるし、さっきのクリームもそうだけど、ドラッグストアとかでこう買えるし、結構リップクリーム系とかってなくしやすいんだけども、またねなくなったらすぐ買いに行こうっていう感じで、手軽なところもすごく嬉しいなと思ってます。続いてこちらです。エトボスのミネラルインナートリートメントベースラベンダーベージュカラーですね。 SPF31 の PA3 プラスなので、日焼け止め効果としては、まあ、中間ぐらいのね、なので日常使いにいいぐらいです。で、このラベンダーベージュっていうカラーが確か今年だったとこれも思うんだけれども、一回クリスマスコフレかなんかで限定色としてこう発売されたんだけど、すごく人気だったんで定番色化したっていうお色だった気がするなのね。そう、出してみるとこんな感じで、本当にねうっすらとラベンダーカラーなのかな、まあ、ピンクにも近いような感じで、美容液のようにこれもねすごく伸びがよくって、すごく自然な感じで透明感のあるお肌に仕上げてくれるし、使ってても全然こう乾燥しない感じもあって、でファンデーションとの馴染みもいいしっていう感じで、そう、これすごく手に取る機会が多かったです。で、塗るときは手元にくるくるって広げて、指のね腹の部分をねこう全体的に使って伸ばし広げていくんですけれども、もともとの肌の感じっていうのもうっすらこう透かせながら、しっかりと薄いベールで透明感をねこう引き上げてくれる感じがあるので、すごくすごくこのカラーはね大好きですね。化粧崩れのしにくさっていうところも含めてすごくいいなと思ってます。敏感肌だったりとかね、こうお肌悩みがある方でもこう手に取りやすいかなっていうふうに思うので、こちらもすごくおすすめです。はい、そして11月の最後のお気に入りがこちらになります。分解酸っていうね、まあ、サプリというかなんというか、まあ口の中に入れるものなんですけども、酵素をねそのまんま摂取できるっていう顆粒状のインナーケアアイテムになってます。こんな感じでたくさん入っていて90本
入ってるものを買ったんですけども、お試しでね、こう小さいサイズとかもあったりとかするんだけど、生きた酵素の働きで脂肪糖質タンパク質をこう分解してくれるっていう感じで、結構そのあ、なんか脂っぽいもの食べちゃったなとか、食べ過ぎちゃったなとかっていう時はご飯の後とかに飲んでおくと、なんかこう気持ち的にもこう安心できるし、あとはね、お友達の、セルフケア美容家の元島沙織ちゃんにこれはねご紹介してもらって買ったんだけど、彼女はね、あの便通もすごく良くなったっていうことはね言ってましたね。栄養成分のところもここにずらーってね書いてあったりとかするんだけれども、ミネラルもしっかり入ってたり、あと葉酸も入ってたり、ビタミン、ミネラルっていうのがたっぷりとこちらにも入ってるので、私にとっては食事ではね補いきれないそのサプリとして取り入れるようにねしております。こんな感じの顆粒にねなっております。で、飲むときは、このままさっと入れて水でゴクンって流してもいいし、私はもうこのまんま、これをね噛むことでより口の中で酵素が働いてくれて、あとはね緑茶がね入ってるので、緑茶の香りとかそのカテキンの効果でか口の中がスッキリするっていうのもあるらしい。うん。で、味としてはね、きな粉みたいな味がするので、で、ほんのり甘さもあったりとかして、全然その、まずくない。うん。だから続けられてる気がする。やっぱり冬はどうしてもね、食べ過ぎてしまったりとかね、こう、蓄えてしまう感じがね、ある方も多いかなと思うんだけど、私なんかまさにそうなんだけど、まあ、そういった時のちょっとこう、フォローアップしてくれるようなインナーケアとして、はい、こちらはこれからも取り入れていこうと思います。なんかね、すっかり忘れてたんだけど、10月のお気に入り取り忘れてたんだよね。そう。で、これなんかはもう10月ぐらいからずーっと使ったし、他のやつも結構10月、11月絡めてお気に入りだったなっていうふうに思いますので、はい、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。